ありがとう。うわ、終わってしまう。ついに明日が来るので、もうなんか実感は正直まだなんかないかも。普通の公演っていう感じがして、実感という実感はしてないんですけど、でも急に来そう、やばい。明日なんて来なければいいね。でもずっとなんかね、そわそわしてるかも。まあとりあえず公演楽しみたいと思います。え、なんかインスタのストーリーでみんなからの思い出を募集したんだけど、なんかすんごいいっぱい思い出がありすぎて、あ、なんか多すぎてまとめられないと思って見てはいたんだけど、もう私はお風呂にも入り、今日はもうあとは寝るだけです。今日はねモーニングコンパスもあったので、朝やってきて、でまあお仕事もしてきてっていう感じで。毎日飲んでますか？え、本当にもうこの1週間くらい全然飲んでないです。でも私あれなんか、あ、まあこれは終わってから言おう。終わってから言います。めっちゃ痩せたように見える。痩せたかな。いや本当になんか顔が痩せた。あ、でもね今日ダンスの先生にも言われたの。え、なんか痩せた、顔が細くなったねって。なんかさ、みんなこうやってさ卒業公演ずっとやってきたじゃん最近、ダダダダって。なんか正直まだ自分もなんかなんだろう、自分も明日は送る側なんじゃないかなみたいな気分。まさか自分が卒業するなんてみたいな感じですね。え、本当にそのくらい実感ない。顔細くなった、本当？お、タワー？ん？あ、サトル岡田さんありがとう。千織さんのファンのサトル岡田さんありがとうございます。チーピオ？ピーチオ？だっけ？ありがとう。ショールームもめっちゃ久々だからさ、なんかね、そうちょっとねやりたかったんですけど、バタバタしててっていうのはまあ言い訳ですね。まあでも今日は絶対やるって決めてたから。明日公演前に美容室行く？美容室行ってきました。
もう行ってきたんです。実は今日のコンパスで結構ツルツルだったと思うんですけど、ピカピカにしてもらいました。わあどうしよう、なんか本当にさ10年やってきたから当たり前だったことがまだ気づいてない気がする。なんかこれができなくなるって、いろいろさイベントは終わって、まあ、劇場公演も明日で終わっちゃうし、なんかまあショールームも終わっちゃって、イベント献血イベント、そう献血イベントもねめっちゃ来てくれてありがとうございました。もうなんかそういうセレモニーやってもらって、だけど不意にあそういえばこれもなくなるのかっていうのが今後現れそうで、そう献血イベントありがとうございました。もうすごいいっぱい来てくれて思った以上に、本当にびっくりしました。最後にセレモニー来てくれてみんなありがとう、本当に献血もたくさんしてくれてありがとう、これからもしてね。ドボンの15秒合わせ楽しみでした。あ、ドボンはあのまた今日夜やろうと思っているので、この後よろしくお願いします。何時からかはまだ決めてないんですけど、あ、キャッチフレーズするの最後だ明日、それは絶対最後、絶対最後です。キャッチフレーズはすぐ、そうだね、ショルも終わったらすぐやろうかな。ドボンもね結構やってきたので、私は多分やってる方だったよねきっとね。すごい楽しかった、みんなとコミュニケーション取れて、なんかドボンってやっぱりやり方がさ結構シンプルだから私向けなんです難しいゲームとかいっぱいあるけどドボンならできるってことでいっぱい結構夜遅い時間だったりとか朝早くとか、結構やってきたので楽しかった、ありがとう。みんなたくさんさペンライト振ってくれたりとか、ドボン譲ってくれたりとかありがとう。勝率も高かった、そうそうだね、なんかさコンサートの時にさ表彰されたよね、勝率1位みたいな、勝率1位なんだっけ、なんかの部門で結構表彰させていただきました。いつもありがとう、こちらこそ。これからもまあSNS は続けていくつもりではいるので、インスタ、ツイッターなどなど、ドボンのスニーカーもらった、まだ履いてないんだけど天気のいい日に履きます。七瀬は上がり率1位だった、上がり率ってやつなんだ。最後に七瀬ちゃんをドボン目指します。まず当たれないんだけど、いや大丈夫当たれる YouTube？あ、そう、あさってね YouTube の配信しようと思っています。 YouTube 配信何時から決めてないな、決めてないけど、まあ7時とかからできたらいいなみたいな。決まったらすぐに
お伝えします。七瀬ちゃんのおかげで両親がたくさん旅行行ってました。エイトコンサートで嬉しい。そうなんかね、ファンの人結構その旅行もさ、エイトのコンサートで楽しめたっていう人がいてめっちゃいいなって思った。だってさ、普段行かない、なかなかさ自分で旅行しに行かない県だってあるじゃないですか。でもメンバーがそこに行くってなったらファンの人もついてきてくれるし。あ、ショールームはね多分やらないんですよね。だからまあ私は YouTube があるから7センチチャンネルでって感じかな。配信系はまあインスタライブとかたまにやったりやらなかったり。え、まあ YouTube ライブを私ももっとちょっと勉強していろいろやり方をマスターしときます。明日の意気込みを教えてください。明日の意気込みか。明日の意気込み、でもみんなといっぱい目合わせて、もう本当に劇場公演ラストだから悔いのないようにいっぱいカメラにもアピールして、でまあね外れちゃった人もいると思うんですけど、きっと配信で見てくれてると思うのでいっぱいアピールして、もうアイドルを楽しむ最後だから、めちゃくちゃアイドルで頑張るわ。あ、ゆずきありがとう。ゆずき嬉しい、ありがとう。ゆずきわー、なんかうわ、ショールームも最後、いやショールーム結構さ本当にイベントの時とかもめっちゃやったから、あのイベントの時はね本当にまあ今だから言えるんですけど、めっちゃくちゃきつくてあのきつくてっていうか、まあ、配信自体は楽しいんだけど、なんだろう、そのずっとやっぱりさ、こうファンのみんなにも協力してほしいけど、でもこう頑張りすぎないでみたいな、なんかそういう気持ちがすごいあって、でもなんか私もちょっと辛かったけど、ファンのみんなも絶対同じ気持ちだったなと思って、なんかね、まああれも今となってはねいい思い出。朝4時50分とかに起きて5時からの配信のために、なんかもう私本当に朝早く起きるの苦手で、もうこんなんなりながら、今だったらお天気お姉さんやってるかも割と慣れて起きれたと思うけど、その時はさ学校とかも行ってたから、もうこんなんで、あ、おはようございますみたいな、ね、本当に。本当にね、なんか毎日さ違う思い出を思い出せる自信があるくらいいろいろね思い出があるんですよ。だって私何日だ何千日って9年4ヶ月ですよね私。だから365×9足す30×4、まあ、考えても無理だわ。だから3000
3431。じゃあもうそのさ思い出があるって思ったら本当に一日じゃ思い出せないし語りきれないので、本当にね、ありがとうみんな。もう私から言えることはありがとうしかない。本当に。まあ、明日ね、ちゃんと一応ね、お話しするつもりではありますけれども、本当にありがとう。明日でお別れだね。寂しくなるね。寂しくないよ、だって会えるもんって私は思ってる。そう、それこそ本当にさよならじゃないと私は思ってます。せっかくね、こうやって応援してくれてる人がたくさんね、こう会いに来てくれたりするから私ももちろん嬉しいし、まだまだもっとね、いろいろやりたいので、しーちゃんにネイルしてもらった。めっちゃ可愛い、本当にすごくない？もうお店だから、これお店のネイリストさんにやってもらったレベル。本当にこのさ、マグネットネイルとかもさ、めっちゃ可愛い。キャワ、ずっと前からもう卒業はしーちゃんにやってもらおうって思ってたから、可愛いでしょ。器用です、しーちゃん。私はこんなにうまくできません。今日のモーニングコンパスですごい映ってて綺麗。本当？映ってた？モーニングコンパスデビューしました。なんかワード的なの入ってる？ワードは入ってないよ。あ、メッセージみたいなの入ってないけど、みんなの愛ってことで。DMM のメモリアルセレクションがシンプルすぎ。ちょっと一個言わせてもらいたいんですけど、あのあれ、私本当に一人一個だと思ってて、そしたらもう5個だっけ、あのそう5個できますみたいな。で、で私追加してもらおうと思ったの。じゃあ私すいません、1個だと思って勘違いしてたんで、あの追加してくださいってしたら、あ、もうちょっと無理ですって言われて、あ、すいませんってなって、本当にごめん。え、しかも初めての生誕祭じゃない？え、嘘でしょ？2回目？待って、ごめん、それは私のマジで勘違い。え、本当にごめんなさい、本当にごめん。いや、なんかさ、そう、うわ、え、ちょ待って、え、本当にごめんなさい。ごめんね、整
ょっと私も見返すわ、ちゃんと。こういうとこなんですよね。ごめんね、ちょっとみんなに謝ります。ごめんなさい。そう、みんなのやつ見たらめっちゃ書いてあって、待って、いやちょっと待って、マネージャーさん言ってよみたいな。でも確かによくよく見てみたら、まあその私の勘違いで、本当に今でもとりあえず皆さんたくさん見てください。ざっくり、あ、最近の生誕祭はオンデマで結構見れる。明日もオンデマで見るよって人、私もオンデマで見るよって言ってくれてる人結構いるんですけど、まあね、劇場公演なんで本当に狭き門というか、さんちゃんがお得のうな重招待券当たってよ。お、いいな、私も食べたかった。あれ外れたんでオンデマで見ます。どんなドレスか楽しみ。はい、外れたのでロビカーします。オンデマンドで見る。ロビカーしてる人たちさ、なんかもうさ、めっちゃ近くにいるのにさ会えないのつらい。もうなんせさ、あそこを出ていきたいくらい。絶対出ていっちゃダメなんですけど、本当にだってね、最後しかもね、ドレスとか着るかもしれないじゃないですか。わかんないけど、私が作ってもらえたのかわかりません。明日の公演を見て、わかんないです、それはどうなるか。ジャージかもしれない、最後の最後。キャンマチだけど入れそうにない。キャンマチの人多いのかな。チラシだったら爆笑。そしたら泣く、いろんな意味で泣く。最後の最後で水着かもしれないしね、それは分かんないです。チラシかもしれない、水着かもしれない。劇場のベランダから、待って、劇場のベランダ、あのさ、先輩たちというかさ、あの前田敦子さんとかやってたよね、劇場のベランダから見よう。やってたね。今年水着着てないな。前にあやねちゃんが作ったドレス好き。わかる、あれめっちゃ可愛い。テレビで中継してたわ。すごくない？あれ当時さ DMM とかなかったの？あって、その映像を流してたのかな。
めちゃくちゃ覚えてる。見てたもん私、前田敦子さんの劇場公演。うわ、なんかあの時さ、まだ私全然 AKB にも入ってなかったし、今めっちゃ思い出してきた。いや、なんかあの日が自分にも来るんだって思って、あの前田敦子さんが卒業してた劇場公演で私もついにその日が来たんだ。なんか不思議、不思議すぎてよくわかんない。エモいノースリーブスもね、復活めっちゃ嬉しい。あれ普通に見に行きたいんだけど。最後はみんな同じ場所って素敵。いや本当にね、あの AKB 劇場があるって改めてすごいことじゃん。劇場があるって、だって他のアイドルはさなかなかないし、本当に劇場公演があるって大きい、いいなって改めて思うね。気が変わってもいいんじゃない？え、あのどういうこと？あっちゃんの卒業公演の倍率916、916倍？916分の1しか当たんないってこと？なん？やっぱ卒業やめますって言ってみ。言っていいんですか？あのもう私すっごくあの裏切り者になります。裏切り者すぎてあのすごい多大な迷惑をかけることになります。とりあえず自分が AKB 劇場で公演を見る日は来るのだろうか。あ、まだ見たことないんですね。ぜひ待ってます。撤回してくれたらパーティーが始まります。その声、あのいやこれめっちゃ似てると思います。ちょっとあの言ってみました、想像して言ってみました。一日署長ね、懐かしい。全然悪意なくて面白い。いつだって悪意ないよ私。いつだってないです。めっちゃ前悪意あるって言われたわ。でも悪意はありません。卒業しても献血イベありますか？献血イベはこの前でラストでした。
眉毛綺麗、本当。眉毛。あ、綺麗じゃないかも。綺麗と見せかけてる、こうやって隠して。注目されるときはたまにいたずらっぽくなるんです。え、大切な日にしーちゃんネイルありがとう、優しいね。いやー、しーちゃんだってさ、しーちゃんめっちゃこれ時間かけてさやってくれてさ、いつも私はシンプルネイルなんですけど、今回はそのドレスに合うようになんかドレスネイルみたいな感じでさ、こういういつもつけないダイヤとかさいっぱいつけてもらってさ、あ、しーちゃんこんな難しいやつやって本当ありがとうねって言ったら、でも考えるのが好きだからこういうのの方が楽しいって、めっちゃ優しい、しーちゃんだってこれもう何時間もかけてやってくれてるんだよ。しかもね、あ、そう、私載せようと思ってたんだけど、しーちゃんにタンプレもらったの。明日ね、あの使おうと思ってるんですけど、それはしーちゃんにタンプレをもらったんです。しかも私の買ったことのない、もうめちゃくちゃおしゃれなブランドのものなんですけど、私なんか買ったことないし買えない。そう、しかも急にこの前会った時くれて、これやってくれたプラスね、もう本当に大好き、しーちゃん。なんせしーちゃんに嫌われたら悲しすぎる。しーちゃんしーちゃんは多分これからもずっとね、あの一緒にいたい人。しーちゃんの実家の居酒屋、行きたい行きたい、めっちゃ美味しそう。ショールーム一般枠でも登録して配信しちゃう。みんなショールームの方がいいの？ YouTube ライブじゃダメ？ YouTube ライブやるよ。しーちゃんとどっちがお酒強いですか？しーちゃんだと思う。わかんない。そんな限界まであれしたことないけど。でもあの、そう、私たちもうひなこが今年二十歳になるから、もうひなこが二十歳になったら絶対みんなで乾杯しようねっていうのは約束してるの、ずっと前から。これはもう5年くらい前から本当にずっと言ってる。その日を楽しみにしてます。ねえ、ひなこも卒業なんで、ひなこ二十歳で、もう今年11月で。YouTube のチーム美容師の VR 動画で好きになりました。YouTube、あ、コロナの時のやつかな。ひなこに会えるのは明日が最後。え？いや、ひなこも、あ、何？私がってこと？私は会いますよ、ひなこに。でも、ひなこ、公演は多分出るんじゃない？わかんないけど、まだまだあるでしょ。
メンバーにはね、まあ感謝は伝えますけど、まあ会おうと思えば会えるので。会おうと思えば会えるってなんか嬉しい。でもきっとみんなもうこれからいろいろ他の道に行って、でもさ、そうだよね、なんか芸能界続ける子だったらまださ会いやすいというかね。だけどこう一般人になる子ももしかしたらいるかもしれないし、そういう子はなんかね、まあ連絡はきっとね誰かしらに言えばつくと思う。さよならモーリーさんのカーリングの変顔でナンシーさん好きになってやって、えちょっともしもし、はい、わかりました。ちょっと事務所 NG でした、すいません、変顔はごめんなさい。すいません、私はすごくやりたかったんですけど、今事務所から連絡来ちゃって、くまさん、くまさんありがとう、くまさんタワーありがとうございます。くまさんやっほーこんばんは。事務所の社長ですが変顔いいをやって、AKB の事務所の社長さんではないですね、すいません。明日の髪型は決まってます、まあメイクさんと相談してって感じかな。免許取る予定、いや免許ね、そうチャンスなの今、取らねばいけないな。そうだね、取りたいです、チャンス。七瀬が運転か大丈夫、私マリオカートめちゃくちゃ強いので大丈夫です。ドリフトとかしちゃうんで大丈夫です。ピョンピョンピョンって飛べるんで、ピョンピョンピョンキュースターとか使ったらめちゃくちゃ速いんでいけます。右がアクセルで左がブレーキでしょ、で、P がパーキングで D がドライブで、B がバックないっけ、 B なんて、でもあれ見たら分かる。 N は R？ ちょっと待って待って、 R は待って当てるね、 R は ランニング？あ、リバース？
っと待って、何が本当？待って、そもそもあるなんてありましたっけ？B はエンジンブレーキ。免許取らないでください。いや違う、本当にあのあれなんです、やればできるから、やってないだけで覚えようと思えば覚えれます。 R はリバースだって。ニュートラル、うん、へえ。返納してください。学科何回も落ちて悩んでそう、ひど。標識がマジで覚えられない、難しいよねあれ、全然わかんないけど。千葉の人は運転荒いからな。それはね、何とも言えないですけれども、ダッシュは B ボタン。でもね、絶対撮ってた方が便利だし、旅行とか行った時もね楽しいじゃん、から撮りたいと思ってるんです。ひなことずっとね、え、撮りたいよねってね言ってる、言ってるだけで、いつかはね。免許証があれば公園握手会に参加できます。免許証ないとダメなの？オートマ限定、それともマニュアル？でもノーマル、ノーマルがどっち？マニュアル？オートマか、オートマでいいかも。何の車に乗りたいの？やっぱりトヨタさんのプリウスかな。トヨタさんのプリウスですかね。車は絶対に。ナナちゃんにハンクラッチは無理だと思う。何それ、難しい。アクアじゃないの？確かに、あの車どこ行ったんだろう。エイトのさ、あのみんながサインしたやつ、あれどこ行ったの？あれ、あれ大丈夫？ある？まだ。あれ買おうかな。あれ買い取ろうかな。めちゃくちゃあれよ、値段つけたらめちゃくちゃ高いんじゃない？だってあの初期面のさ、本当に初期面のみんなのサインが入っててさ、ね、でも絶対どっかにあるはずじゃん。トヨタさんなのかわかんないけど、 AKB 側にあるのかわかんないですけど、
オークションしたらやばそう。欲しいもん普通に。乗らないけど絶対。卒業するとサインは消されていった。え、そんなことなくない？そんなそれはないと思うよ。じゃあもうスカスカになっちゃうじゃん。エイト、エイトのカーナビあった、懐かしい。今何時だろう。もう1時間ぐらいやってる。今2222、45分、34分。もうちょっとやろう。今までありがとうございました。早く寝なくて大丈夫。でも言うて明日6時、6時半からなんで、そんなに早起きでもない。でもまあ今日ね、お天気だったから早く寝なきゃいけないっていうのはあるけど、よし。マジかわいい、キラン。楽しみ明日。結構楽しみの方が強いかもしれない。でもなんかさ、生誕祭もだけどさ、やっぱこう自分がたくさんさカメラに抜かれてるとか思うとさ、そういうの考えた時点でもうさ間違えるの。だからさちょっと不安。明日家で一人で自主練してから行こう。頭でイメージトレーニングしてから。劇場メンバー選出大変だった。いやでももう本当にお世話になったメンバーというかね、まあ本当スケジュールの都合で来れなかった子もいるんですけど、でもねしょうがない。それはの生誕のオンデマ、スクリーンのコメントもどんどん少なくなって。本当だよね。だってさもう最初がりんちゃんだもんね、一人目が。明日はどんな公演になるのでしょうか。とりあえず楽しみ、楽しみです。じゃあそろそろお開きにしようかな。
なさんありがとうございました。まあ明日の夜できたらショールームしたいとは思っているのですが、バタバタしてたらちょっと分かんないけど、まあでもしたいです。それではランキングを読みたいと思います。13位は現代ショールームアットマークみんな私をミルフィーユありがとう。12位は猫トラメアットマーク40っぱありがとう。11位はひでちゃんありがとう。10位は国アットマーク七瀬のハッピーが好きなナレンジャーありがとう。9位はキャナイアットマークこれからもずっとナナレンジャーありがとう。8位はイッサアットマークナナレンジャーありがとう。7位はプロジアットマーク明日楽しみありがとう。ナナセも楽しみ。6位はユウさんありがとう。5位は梅ちゃん毎日ナナセアットマークずっとナナレンジャーありがとう。4位はサトル岡田さんありがとう。タワーありがとうサトルさん。3位はゆずきゆずきタワーありがとうね。ありがとう本当にありがとう。2位はくまさんくまさんありがとうありがとうございます。そして1位は鍋アトマークナナレンジャー鍋さんありがとうねありがとう。いやみんな本当にありがとう。もうありがとうしかない。本当にありがとうって感じです。明日ねちゃんとお礼が言えたらいいなと思いますけれども、楽しんできます。とりあえず今日はゆっくり休んで寝たいと思います。それでは皆さんおやすみバイバーイ。おやすみルフィーユ。